皆さん、おはこんにちばんは。コーラよりどっちかっていうとペプシ派なマピオンです。はい。で、俺は最近ある一つの発見をしました。はい。自分はこのマッピーチャンネルはなぜ再生回数が伸びないのか、なぜ稼げないのかっていう疑問が前にちょっと薄々なんとなく思ってたんですけど、それが最近気づきました。それはなぜかっていうと、全然過激なチャレンジやってない。で、一応自分はチャレンジ、それなりに頑張ってチャレンジしたつもりなんですけど、まあ自分以外の皆さんはもう普通にこうネクタイ結べる人とかいるじゃないですか。いるっていうか、もう大体の人はもうネクタイ普通に結べるじゃないですか。だから自分のそのチャレンジ動画見ても、動画の中の自分は本当に頑張っているんですけど、ネクタイを結べるのが当たり前な人はただ自分がネクタイを結ぶだけの動画になってるんですよ。なので今回は大規模なチャレンジ動画をしてみたいと思います。チャレンジっていうか、まあとりあえずやっていきましょう。まあ、早速そのチャレンジに使う道具っていうか食べ物をこれから出したいと思います。いきます。はい。まあ唐揚げくんです。で、ただの唐揚げくんじゃなくて、まあ唐揚げくんなんですけど、これはレギュラー、レッド、チーズ、カニのトマトクリームソース味。これパッケージはレギュラーなんですけど、黒ニンニクです。多分具材があったんですけど、パッケージが今在庫切れなんで、こういうパッケージなんですけど、黒ニンニク入ってます。クワトロフラマッチ、オマールエイジのロースト風味、火の鳥、世界の山ちゃん監修幻の手羽先風味、この9種類の唐揚げくんです。今唐揚げくんは今4月24日なんですよ。で、今この時期のローソンは唐揚げくん1個増量中でなんですよ。だから唐揚げくんのセールなんですけど、よく売れるシーズンなんですけど、うちのローソンにはいろんな味の唐揚げくんが在庫が有り余ってるんですよ。有り余ってるんで、もうこの際だからもう全部在庫減らすために、もう全部全種類出しちゃおうみたいな。この際だから1個増量中だから、だからこの唐揚げくん今9種類並べてるんですよ、うちのローソンにはね。だからちょっとこれを機会にってことで、まあ大体1800いくらかぐらいしました、唐揚げくんのために。で、まあ今回何するのかっていうと、まあ唐揚げくんはいっぱい種類があるんですよね。今9種類あるんですけど、他にももうめちゃくちゃあるんですよ。でもそんな種類バンバン出しちゃってるんですけど、実際唐揚げくんの中で一番美味しい唐揚げくんはなんだと俺は最近思ったんですよ。この9種類のこう店舗にこうやって並べられてる唐揚げくんを見て、どれが一番美味しいんだろうって、まあそれでいっぱい並べられたらお客さんはそう思っちゃうじゃないですか。美味しいやつでやっぱ食べたいじゃないですか。だから唐揚げくんの中で一番美味しい唐揚げくんは何かっていうのを、これから全部食べ比べてみて、決めようと思います。はい。ちゃんと公平に決めますから。別になんか俺は唐揚げくんのどれが好きとかそういうのないんで、だからまあ早速食べていきたいと思います。まずはエントリーナンバー1番、唐揚げくんのレギュラーです。はい、いただきます。こんな感じですね。はい。やっぱね、唐揚げくんって言ってもね、普通の唐揚げとは全然違いますよね。衣とかはないんですけど、普通に肉はすごい柔らかくてすごい美味しいです。はい。ちょっとここにとこ、エントリーナンバー2番、唐揚げくんのレッド、いただきます。まあなんか食べてすぐ辛って ならないんですけど、こう噛んでいくことにだんだんこう辛さが口の中に広がってって、あーちょっとピリ辛だなって感じですね。はい。続いてはこれ、エントリーナンバー3番、唐揚げくんのチーズです。あれだね、口の中でもうなんか波のチーズではない感じ、普通のそこら辺のあるスライスチーズって感じではなくて、まあ、割と結構本格的なチーズを使ってるなって感じさせるようなチーズの味が口の中で噛むごとに広がっていきます。はい。唐揚げくんの俺のイタリアン、藤井シェフ監修ワタリガニのトマトクリームソース味です。はい、いただきます。多分唐揚げくんがダメなのか、それとも揚げてからもう廃棄寸前の唐揚げくんなのかわかんないですけど、味がほとんどレギュラーです。はい、ちょっとがっかりですね。カニっぽいとかでもなくて、本当にレギュラーっぽい味しかしないんですよ。
これにはがっかりしました。で、エントリーナンバー5、唐揚げくんの黒ニンニクです。で、いただきます。これも硬いな。ガーリックって感じはしますけど、なんか味が薄いですね。続いては俺の唐揚げくん、クワトロフロマッチ味です。いただきます。クワトロフロマッチ味は、まあ、チーズなんですよ、要は。けど唐揚げくんのチーズと全然違いました。最初食べた時は、あ、チーズなんだなみたいな感じだったんですけど、後からびっくりしました。急にふわってきたんですよ。若干こう酸味っぽい感じがふわってきました。ふわで、エントリーナンバー7だよな。唐揚げくん俺のフレンチ、オマールエビのロースト風味です。これは全く食べたことないですね。いただきます。正直これも多分揚げてから時間が経ってるのか分かんないんですけど、味がちょっと薄いですね。はい、裏にはローストしたオマールエビのヘッド、オマールエビの頭の肉を使ってるって書いてあるんですけど、あれですね。けどやっぱり時間が経ってるのか分かんないですけど、ちょっとそういう感じは見られませんでした。けど食べていくうちにいきなり、まあなんかエビっぽいなんか風味が若干しました。はい、エビのなんていうの、生臭さっていうの、まあ、家族とか友達とか高級レストランに行った時にこうバイキングみたいなところにエビとか置いてあったりするじゃないですか。その時に食べた時の若干このエビの生臭さ的な感じが、こう急に食べていくうちにふわっとなりましたね。はい、ジョニーの唐揚げ監修火の取り味ですね。辛口って書いてあります。自分の味覚を疑って結構2つぐらい食べたんですけど、まあ辛、まあ確かにレッドよりは硬いじゃない、辛いんですけど、まあカレーってなるほどではないですね。はい、具材が違うっぽいんですよね。レッドの辛さと火の鳥の辛さが全然こうなんで種類が違うんですよ。うん、唐辛子みたいな感じかな。うん、唐辛子みたいな辛さですね。レッドよりは辛かったんですけど、まあ正直口から火の鳥が出るほどじゃないですね。多分自分が15歳以下でも火の鳥は出ないんですね。はい、ではまあ最後のエントリーナンバー9ですね。世界の山ちゃん監修幻の手羽先風味です。幻の手羽先ですよ。もう唐揚げじゃないっていうね。まあ、幻の手羽先味はなんかあれですね、胡椒で勝負してるって感じです。はい、嘘、面白いなと思ってちょっとパッケージの裏側見てみたんですけど、まあ、この山ちゃんの幻の手羽先っていうのはそういう胡椒、手羽先のついてる胡椒がこういう特徴らしいんですよね。その胡椒味がすごいなんかスパイシーで結構美味しいです。はい、はい、まあ一つずつでとりあえず9種類全部食べてみました。なんかもうお腹いっぱいです。この後どうしようかな。まあそんな自分の事情なんてしとこっちゃないんです。まあこの9種類の中で一番美味しかった唐揚げくんっていうのは、はい、これです。唐揚げくんのレギュラーです。はい、ね、なんていうの、まあ、一番最初に食べたからなのかわかんないですけど、やっぱりレギュラーが一番こう自然的な感じで美味しいなと思いました。やっぱね、こういう唐揚げくんだったら唐揚げくんの味が美味しいよってそう思いました。で、2番は、2番レギュラーさっき言ったよ。レッドですね。レッド、おめでとうございます。レッドです。これレッドだよな。これ間違えてもなんか持ち上げたらすごい、レッドに申し訳ない。火の鳥のが辛いんですけど、別にその辛いのが嫌いだから、控えめの辛さのレッドがいいってわけではなくて、まあそれもあるんですけど、まあレッドと火の鳥はね、辛さの種類が違うんです。でも自分はその辛さの中でも、レッドの辛さが俺は好きです。その辛さ的にも、それとも辛さの種類的にも、レッドのが好きですね。はい。
で、第3位はこちらでござる。唐揚げくんの、俺のイタリアン、クワトロフロマッチ味です。はい、なんかこれもなんかチーズっぽい感じなんですけど、けどなんかチーズはもうそのまんま食べたらチーズの味がするって感じだったんですけど、フロマッチはチーズの味がするプラス若干この酸味っぽい感じもするんですよ、味がね。後からこう酸味も加えられてるって感じです。それにちょっと自分はすごい興味を持ちましたね。はい、以上で唐揚げくんの世界一決定戦、世界ではないと思うんですけど、まあなんかこの中に含まれてない唐揚げくんもあるんですけど、この9種類の中では個人的にはやっぱり自然の味レギュラーが一番かなって思います。まあ個人的な感想なんですけどね、けど自分はその味覚音痴ってわけでもないんで、まあ本当にまあレギュラーの方が皆さん的にもやっぱレギュラーが美味しいんじゃないかなって思います。はい、以上でした。はい、今唐揚げくんが1個増量中だから1つ6個で6、50、50種だっけ、54個。まあ家族と食べます。